はい、では今週の、ゲストさんなんですが、アメリカンフラワーアーティストのナオタンさんのご紹介で、ソープカービングという、活動をされている、岸江さんにご紹介いただきました。はい、はい、こんばんは。こんばんは。はじめまして。はじめまして。はい、岸江さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、主なその活動名というのはソープカービングという、タイトルでよろしいんですか？あ、はい、そうですね。ソープカービング、のカービングっていうものを、うんうん、お教室をしていまして、カービングっていう、あ、なるほど、ね、そのソープっていうと石鹸のことですか？はい、そうです。今石鹸中心にやってるのでソープカービングを出してますけど、はいはい、もともとはタイの伝統工芸で、フルーツカービングとかベジタブルカービングっていうのがルーツです。まあ、お写真とかね、ちょっとホームページ拝見させていただいたんですけど、要するに一つの、はい、まあ、形、まあ、丸っぽい、ね、立体的な形のものに対して内部を入れて、はい、そのデザインをしていくというか、そうですね、ね、主には、まあ、お花というか、基本的にはその花のようなデザインをしていくっていうのがメインですか？いや、そうとも言えないんですけれども、はいはいはい、私はなんか花を作ることが多くて、はいはい、で石鹸から切り離しても普通のお花のように作っちゃうっていうのを中心にしてるので、うん、まあ、それはあまり他のでやってないので、はい、それを一番に出してますけどね。なるほどですね。まあ、でも一通り何でもできるんですけどね。スイカだとかメロンだとかも掘れますけど。うわ、すごいですね。なんかもうそれって八百屋さんとか果物屋さんとか行っちゃうと、それこそ職業病みたいに、なんかもうイメージできちゃうんですか？もう売ってるものがこうなるなみたいな。掘りやすいものとかね、掘りやすいものと、美味しいものっていうのがまた違うので。あ、その辺がもうあれですね。その辺がちょっと難しいんですよね。またプロの領域ですね。なんかね。あ、そうですね。それ、これはね、やってる人しか分かんないかもしれない。いやー、そこはもうマニアックな世界ですよね。いや、多分もう見え方違ってると思うんですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。これ掘れるかなって見ちゃうっていう、ね。ですよね。だから掘れるか掘れないかで多分日常生きてらっしゃると思うんで。そうかもしれない。ちょっとね、プロフィール拝見した時に、はい、そのタイにね、お住まいだった時があったんですよね。はい、で、タイのお住まいの時に、その、まあ、日本にその道具を持ち帰りたくないっていうので、結局そのナイフ1本で、はい、できるというのがそのカービングだということを知ったわけですよね。はいはい、それがなんか魅力を感じてっていうところがですね、ものすごい職人感ありますよね。ナイフ1本でってもうなると、もうなんか下手するとちょっとこれサイコパスの方にも行っちゃうし、なんかめちゃくちゃ怖いなこの人みたいな。なるほどね。なんか必殺仕事人みたいじゃないですか。なんかやってることが、まあ、ナイフってもペン型なんで、そうなんですね。はい、そう、ボールペンとかマネースとか、うん、そのぐらいのサイズ感なんで。そうですよね。いや、うん、そうなんですけど、なんかちょっと怖くないです。そうですか。いや、なんかアニメのキャラクターとか出てきそうだなと思って。ああ、なんかね、そう、そ石川五右衛門みたいな感じで、ルパンのなんかパパパパンってやったら、なんかもうなんかある人が変な形になってるとか。ああ、面白いですね。うん。そういうなんかね、まあ感じだとか、あとはなんかちょっと山下清みたいなね、感じでこう旅しながらね、なんかお世話になった人のお礼に、なんかその掘って残されているな鶴の恩返しみたいに、なんか置き土産で、おお、なんかすごいものってことになってるみたいな感じとか。なるほど。いや、すごい想像しちゃいますよね、そういう感じ、ね、楽しいですね。いや、すごいですよ。だって壁面アートに近いじゃないですか。人んちの木勝手になんか掘られててすごいことになってるとか。いや、すごいことをやられてるなみたいな。流行ったら面白いなと思いましたね。流行るといいんですけどね。いや、でも、うん、すごい、やっぱり美しいものなので、嫌いな人いないですよね、間違いなくね。そうですね、なんかね、はい、うん、難しいんじゃないかって思っちゃう。ハードルがちょっと高いみたいなのあるみたいですね。はい、それは思いますね。あと石鹸だとも溶けないかとか、まあ、うん、あとそれ野菜とかって実際食べ物だから、その後食するってことですよ、ね、そうですね。うん、一応販売とかする場合は、まあ、私はあんまり販売してないんですけど、はい、まあ、一応加食部分は、うん、
ナイフの当たってるところは食べないでくださいとか、あと一応観賞用に飾るものだったら日にちが経ってしまうので、はい、うんうん、まあ、食さない方がいいですよっていうようなご案内はしますね。あ、なるほどなるほど、うん、もし何かあるといけないんでね。そうですよね、うん、自分のお家で食べる分には、はい、作る分には、うん、あの食べられるとか全部食べますけど、なるほど、ね、もったいないんで。あ、まあでもこれはその今そのカービングの資格も実際にあると思うんですけど、あるみたいなんですけども、これはご自身が主催されている資格ですか？あ、はい、あ、そうです、あの私の教室で出している資格は私の教室で発行しているものです。で、あのカービングはあの、うん、本当に教会もね結構いろいろ皆さん作られてて、はい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 、いくつも乱立してる感じですね。あ、なるほど、うん、でそれぞれなんか資格発行してる感じですね、うん、あ、なるほどなるほど、なんか、うんうん、まあ、流派じゃないけどなんかちょっとやっぱその、あのあれですか、入れ方とか、あそこはこういうあのナイフの入れ方なのよみたいな、うん、そういう違いですか？ナイフの使い方とかはみんなそれぞれ一緒、まあそれぞれ得意不得意があるっていう感じですかね。私はだから、そう、ソープカービングって石鹸の方を売りにしてるんですけれども。なるほどなるほど、はいはい、うんうん、これはあの実際にソープカービングというその商品というか作品自体を、はい、実際に販売とかしてる方もいらっしゃるんですか？いらっしゃいますね、たくさん、うん、あ、そうなんですか。 それは元っていうのはあの、まあ、一番、はい、まあ、持つという部分で言ったら石鹸とかですか？やっぱそうですね、最近キャンドルとかも結構、キャンドルね、あの、ただあの、うん、何でも掘れないんですよね、石鹸もなんですけど、カチカチになっちゃうとナイフが入んないんで。ああ、そうですよね、うんうん、だから掘れるものを準備してっていう感じになりますね、うん。キャンドルもそうなんですけど、キャンドルも成分、掘れる成分のものを作ってもらうか、まあ、自分で作るかって感じなんですけど、あ、そうなんですね、うん、なるほどなるほど、それをまあ単純に可愛いとか美しいから買う人がいるっていうことですよね、うん、そうだと思います。まあご自分で、まあ、やれないしちょっと珍しいからっていうのもあるかもしれないですね、はい、はい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 、うん、なんかあのビラとか高級ホテルとかね、なんかスパリゾートとかにもなんかありそうな感じするんですけどね、なんか、うん、そうですかね、いろんな、そんなよく言われるんですけど実際ないですね。あ、そうですか。あ、なんかただ話添えてあるだけの方が多いのかな結局。うん、そうですね、まあ、扱いもねちょっと石鹸とかだと割れたりするので、いや、そうですよね、うん、そういうので、なるほど、今後その今このご自身でその、まあ、教会じゃないけども、はい、そういったコミュニティをね、まあ、はい、あの開催主催されていて、大まで大体どれくらいのその生徒さんというのが今までこう活動、受けられたというか、今までですか、延べ人数だと8000人とか9000人ぐらいじゃないですか、ね、8000人から9000人、そうなんですか、一人の人も何回もいらっしゃるので、ああ、はい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 、そういうのも延べ人数で数えた時にあるんですけど、ね、あ、なるほどなるほど、うん、やっぱりあの何回も練習しないと、そうですね、うん、あのいろんなものが掘れるようにならないので、なるほどなるほど、じゃあ今、うん、岸江さんはもう本当にこれがメインのお仕事という感じになっちゃってますか？そうです、そうです、いやでもそれが一番あれですよね、あの世の中のですね、あの面白い生き方なんですよね、自分の好きなことを商売にしていく、まあね、好きなことを、そうですそうです、本当にそう思います、いや本当に素晴らしいですね。でね、あの本当にそういったある意味ニッチであり、競合がねなかなかそんなに多くはないと思うんです。まあそうですね、競合いますけど、うん、みんな知ってるみたいな感じ、最近の若い人は、ね、若い人あんまりわかんないですけど、うんうん、だってお料理教室なんかよりもはるかに競合少ないじゃないですか、もうそうですね、お花の先生とお料理の先生に比べたら少ないかもしれないです、少ないですね、これは僕も初めて聞きましたね、うん、あ、そうですか、はい、そう、男性の方はあんまり知らないんですよね。そうですね、物自体はね、うん、見たことあると思うんですよね、確かに言われてみればみたいなね、あのタイ料理とかも行けば確かにちょっと備え付けられてる可能性もあるなみたいな、はいはい、なんとなくうる覚えの記憶であるんですけど、はい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 、これがちゃんとしたその資格というかね、あの専門家の方がいるっていうことは、うん、あの本当にこの前あの直田さんから聞いて初めて知ったというところです、はいはい、そうですね、まあ面白いですね、知られてない、いやいや本当に、いやこういうね、僕あの専門家認定協会っていう団体をやってるわけなんですけど、うん、これがあの今年なんですよ、名前変えたのが。でそれまでは僕、日本タレント協会っていうエンターテインメントに特化した団体やってたんですけど、はいはい、オールジャンルやりたくなってですね、あのそれで広げて、はい、あの名前変えたんですけど、それでまあ、そのおかげでこういったいろんなね、うんうん、まあ、今までだって役者、声優とか、あのそんなしかやがったので、うん、あの、はい、そんなんつっても専門家なんですけど、
まあ、うん、そういう意味で言うともう面白みがなかったんですよ。で、こういったね、あの専門的な部分のなんかこう見識が広がっていくとね、僕もすごく楽しいんですけど、うん、まあ、うん、逆にこういうのをどんどん広げてね、いける何かね、あのお手伝いもできればいいなっていうふうには思うんで、あの、はい、ね、広がればやっぱ広がるほどやっぱりね、あのこのこういうのにも使えるんじゃないのっていうのは、逆にニーズ側がね勝手に考えることなのでね、なんかやっぱこういうのってすごい大きい、あの本当にすごい巨大な作品とかもできそうですよね。もうなんか、そうですね、巨大になるとなると、まああのタイなんかでのコンテストとかはかなり大きいものも作るんですけど、まあ共同作業みたいな感じです ね、グループで、うん、あの組み立てる感じになりますね、うん、大きいの、ね、うん、いやなんかどっかのフジテレビかなんかにあるガンダムのあのガンダムみたいなあれぐらいまでのなんか石鹸だと難しいんだったら、あのローでなんか作ってですね、あのそこでとんでもないなんかね、クリスマスツリーなんかもそれで作ってもらうとかね、なんかすごいことやろうと思ったらできそうですよね。そうですね、地震で倒れたらものすなんか下にいる人みんな潰れちゃうみたいな感じで、そうですね、あの火事とかになった時にすごいドロドロになりますよね、ドロドロになりますいやいやいや、すごいです、すごいです。いやでもなんか本当ギネスとかね、あのそういうのに挑戦してもらうか、本当ですね、そう、確かにギネスはすぐ挑戦できますね。いや、そうそうです、やんないから、ギネスってそういう単純なことですから、うん、なれるじゃないですか。本当ですね、うん、でギネス、うん、あの認定されるとちょっと知名度やっぱ上がるんで、やっぱりなるほど、ジャンル自体があのすごい広がる可能性はありますよね。なるほどね、はい、そういうのとか、うん、なんかあとはあれですかね、どうなんだろう、料理のあの、うん、あの模型あるじゃないですか、料理の、はい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 、あのよくあるじゃないですか、あの昔、はい、今あんまないですけどね、料理のね、うん、あのサンプルあるじゃないですか、あれを、はいはい、このカービングで作れたらなとか、なんか昔、うん、本当に昔初めの頃ですけど、アメブロやってた頃に、はい、そうですね、そういうサンプル職人の方からなんかメッセージとかいただきましたね、そういう。あ、本当ですか。うん、なんかあの面白いお寿司とかそういうのも作れるじゃないですか、色とかつければ。いや、そう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 。いや、いける気がするんですよ。いや、いける気がしますね。そうですね。和菓子とかは作ったことあるかな。あ、まあ、リアルに和菓子だって似てますよね。和菓子入れますよね。似てます。うん。和菓子もすごくあの細工の細かいのありますよね。あれなんかほぼ同じ感じですよね。だからお墓のお供え物に逆にカービング、うん、ソープカービング持って行って。で、ね、雨で溶けても実際石鹸で、ね、綺麗になるからいいじゃんみたいな感じにならないですかね。和菓子だと腐っちゃうからって言ってそういうのとかね、いや喜ばれると思いますね。今、うん、ギフトとかは作られたりしないんですか？ギフトもね、もう私はもうとにかく教室中心にしているので、うん、なるほど、うん、全然販売とかはやってないかな。そうですか、なるほど、うん、まあ、僕だったらちょっとあれですね、多分販売できるチャンネルを自分でプラットフォームを作っちゃって、それね、うんうん、そういう生徒さんたちに作ったものをこっちが販売をどんどんしてあげるみたいな。芸能人の方でいらっしゃいましたよね、誰でしたっけ？多分ね、千秋さんとかだと思います。そういう人、なんかその商品はどうかわかんないですけど、うんうんうん、多分そういう形にしてアパレルかなんかやってると思うんですよね、多分。もうなるほどね、うん、そう、それまあビジネス言ったらそれが多分儲かりますよね、うん、それそう、いやそれナオタンさんにも言ったんですよ、アメリカフランをそういうした方がいいじゃないですかみたいな、うん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 、やっぱそういうの面白いですよね。皆さんもやっぱ自分の作ったものをね、やっぱこう世に出して評価されたりするっていうのはやっぱり刺激になるでしょうからね、と思うんですけど、うんうん、そうですね、いやまあでもすごいですよね、このカービングか、いやでも特化してるのがすごいよな。なんか、うん、でもテレビにも出られたことあるって聞いたんですけど。あ、テレビ、あ、はい、出ましたね、去年。いや、出ますよね、これ好きな人いますよ、ね。いや、よくね、いろんな先生いろいろちょこちょこ出てますね。あ、そうですか、うん。うん。昨日も誰か出てるんじゃないかな。ホームページの Google アナリティクス見ると、はいはい、ガンって上がるときって大体誰かテレビ出てるんです。ああ、ソフトカービングで検索する人がトレンドで増えるわけですね。そうそうそう、いや、最高じゃないですか。すごい分かりやすい。
誰かなって検索するとね、誰か出てます、ね、あ、いいですね。もうそれ競合というよりもむしろもう同志ですね、むしろね。あ、そうですね、そうですね、そういう人たちのおかげでね、自分たちの知名度上がるんで、ね、そうですそうです。あ、それはいいですね。なんかあの YouTube ライブもなんかやられてるというふうに伺ったんですけど。あ、そうなんですよ、今日ちょっとね、はい、今またあのちょっと方向性変えようかと思ってお休みにしてるんですけど。あ、そうなんですか、うん、はいはいはい、ずっと3月からね、ずっと週に1回すっごい簡単な飾り切りを、はい、あのお昼にやってたんですけど、この間夜に帰って、うん、夜の方がね、あの見てくださる方多いなっていうのは分かったんです。6時以降ですよね。僕も YouTube やってるんで分かるんですけど、全く見てないですよね、あの昼間とかね。そうそう、でやっぱりあの、うん、その日にって言ってもね、見ら本当に見てくださる方ってありがたいんですけど、やっぱりあのなかなかね広がらないなっていうのはあって。あ、うん、なるほど、ね、でもなんかね、あの、うん、ライブ感はやっぱり楽しいですね、やっててね。あ、いいですよね。楽しくないです。いやいや、素晴らしい。いや、僕ライブやったことないですけど、やっぱライブ多分楽しいというかね、もう見てくださる方がいるっていうのはもういいですよね。本当にありがたいなと思います。いや、そうですよね。いや、僕なんかそういうのがないんで、あのこうライブしながら何か喋るぐらいしかないんで、あの。あ、でも皆さんそうなので、うん、あ、そうです。あ、そうですよね。そうそうそう、まあ、要はあのチャットで、あのそのなんかあのチャットでなんか入れてくれる人と会話してるみたいな感じですよね。うんうんうん、あーね、うん、ライブもちょっとやりたいなと思うんですけど、うん、いやすごいですね、行動力があって。いや、そんなことないです、全然。あ、今でもね、今度ね、うん、オンラインで発表会をやろうと思って、うん、作品発表会を生徒さん。あ、素晴らしい。そう、なかなか、うん、そうなんです、それちょっと画期的で今回初なんですけど。はい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 、うん、なんでその岸江さんのその行動力の原動力、原動力ってのは何なんですか、 どこから何なんですかね。まあ、これしかしてないからじゃないですか。あ、もうライフワークですね、うん、もう当たり前なんですね。そうですね、一日中この仕事しかしてないもんで、ね、それでかもしれないですね。あ、なるほどなるほど、もう24時間副業でとかじゃない、そうです、副業とかじゃないので。もうそうですよね、ずっと関わっていられるので。ああ、いやいやいや、それはすごいですね。で、まあ、コミュニティもあって、やっぱり毎日のようにいろんな人から相談されたりとかあるわけですか、こうしたいんですけど。まあ、そうですね、うん、そうですね、その時のメンバーにもよりますけど、うん、うん、でも逆に言うと、まあ、あの岸江さんがこう一番こうすごいデザインとかレベルの高い技術とかをキープしてなきゃいけないとか研究しなきゃいけないみたいなプレッシャーってのもあったりするんですか。いや、全然あの私そんな上手じゃないんでって言ってるんで。ああ、なるほどね、そこのラインでね。はい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 、超えて、私を超えて、どんどん超えて。そう、教えるのはもう本当にやっぱり長年のね、長年やってるので、うんうんうん、教えるのは上手だと思うんですけども、はいはい、技術は別に私を超えてくださって全然構わないんで。でもそれ最初教えてくれた方っていうのはタイ人ってことですか、タイ人の方。そうですそうです。すごいですね、なんかタイからこう日本にっていうのは、僕タイ古式マッサージぐらいしかわかんないですね。ああ、そうですね、タイマッサージも結構向こうで資格取られてって方多いですもんね。ああ、そうですね、うんうん、いやいやいや、そうなんですよ。だからそれぐらいしか、タイからの文化ってね、あの伝わってるのってタイ料理とそれぐらいしかないと思ってたんで。ああ、そうですね、タイ料理も、うん、タイ料理の付け合わせって感じですけどね。いやいや、すごいですよね、そうですよね、うん、そう。じゃあタイ料理とか、まあそのタイの方は大体できるんですか、ソープカービング。いや、あのね、うん、学校であるらしいですよ、カービングのレッスンというか、小学校一応なんか一通りタイの伝統ものはやるみたいです、学校で。ただやっぱりあの全員が全員上手なわけではないので、いや、まあそうですね、やっぱり器用な人も器用じゃない方もいらっしゃるので、コックさんは大体タイ料理のコックさんは皆さん必須で習うみたいなんですけれども、なんかパティシエの域ですよね、うん、あ、そうですね、あ、そうですね、パティシエの方もすごくあの、うん、繊細に飾られる方いらっしゃいますもんね。そういうイメージなかったな、あまり聞く人が。そうそう、ね、うん、すごい細かくて綺麗な方多いですね、うん、タイの方、うん、あの器用な方が多いんで。ただ私の知ってる人でもタイ料理のすごい美味しいコックさんとかでも、うんうんうん、あの私はあの苦手だからっていう人もいらっしゃるので。そうですか、うん、なるほどね、うん、いやいやいや、そうなかなか。こうでもじゃあ結構タイからってことは、アジア圏では逆にタイを中心にいろんなところに広がってるんですかね、うん、かもしれないですね。コンテストだと、いろんな国、私が住んでた時はそうでもなかったんですけど、うんうん、その後あの近隣の国からも結構あの国を挙げてっていうか、自分のそこでほら、うん、優勝とかすると、はい、国に戻った時にまたあの、ね、金賞とかって持って帰ると、それがあのな何になるっていう、あのそれが役に立つじゃないですか、はいはいはい、称賛されるじゃないですか、日本に帰って、あ、その
そのお国に帰った時にね、なんかベトナムだとかカンボジアだとか、うんうん、その辺からも結構コンテストに参加してましたね。でもすごいあの技術の高い、うん、あのすごいな、うん、中華彫刻ともまたちょっと違うので、はい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 、はい、うん、中華彫刻は中華彫刻ですごいじゃないですか。いや、そうですね、まああの全部なんかね、あの何が違うって何だろうね、デザインのやっぱり方向性が違うというか、うん、そうですね、うん、デザインとかかもしれないですね、あと使うものとか、うん、使うものね、うん、道具とかもやってるかもしれない。いやでも、いやすごい細かいなと思って、うん、そう、でももっと、そう、私はあんまり細かいのやんない方なんですけど。あ、そうですか。うん、そう、私はそのお花にして増加してあれもうあのフラワーアレンジに近いようなことをしたりとかもするので、なるほどなるほど、うん、だからね、細かいのをまああの、はい、やりたいっていう人がいればやるみたいな。あ、なるほどなるほど。とりあえずそうカービングの中では一通りやるんですけど、はい、なるほどね。割とあれですか、うん、オンラインで割とレッスンはもうできちゃう感じですか。あのね、うん、すごくかなりコツはありますけどオンラインやってます、うん。あ、そうですか。いや、なかなか、うん、あの、ね、踏み切れないっていうジャンルの方もいらっしゃるんで。あ、そうですね、踏み切れないジャンルに、うん、あ、そうですね、うん、どれでも手仕事系は難しいって言えば難しいですね。対面だとそこのその場で直せるので。確かにね、うん、それをあのカメラの向こうで自分でやっていただくっていうのをどうやって伝えるかっていうので。そうですよね、うん、なんかだいぶあのオンライン始めてから教え方が変わりましたね。あ、なるほどね、うんうん、より細かくなったんですか。そうですね、より細かく、うん、あの、うん、的確に伝えるっていうようになりました、うん、あ、伝え方のね、うん、難しさね。そう、向こうで直せないとどうにもならないので。あ、それすごいわかりますね。そう、うん、でもあの実際にあのチャンネルとして伸びてるあの料理のレシピ動画とかもそうですけど、うん、やっぱり1年で100万人とか登録超えてる、うん、あの人っていうのはやっぱり教え方がむちゃくちゃうまいですね。やっぱり再現性が高くなるんで。あ、うん、そうですよね。そう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 、うんうん、だから、うん、まあ、YouTube のチャンネルとしてライブっていうよりも見たい人がやっぱりいろんな、僕そういうあのマニュアル動画見るんですけど、やっぱり教え方がまずあの周りくどくなくてすげえストレートであの分かりやすくて、でもうパンパンパンってリズムが良かったりすると、あの見ちゃいますよね。それがやっぱり実際登録者数も増えてるんですよね。というのはありますよね。そうですね、今何でもオープンにする時代に変わったのでね。そうですね、オープンにしてコミュニティに入りませんかみたいなね、でサブスクにするみたいな感じが多いですよね。いやいや素晴らしいですね、本当に。これどんどん活動またね広げて行っていただいて、はい、今後の展望というか、あのどういったふうにあの1年とりあえずその来年の作品展の準備が今始まったばかりなので、うん、はいはい、それには追われてます、オンラインの作品展ですか。そうです、オンラインの作品展初めて。じゃあオンラインの作品展ってどんなふうにやるんですか。ね、うん、Zoom を使って、はい、あのもう これとこれって作品の内容は決めたんですね、私の方で。はいはいはい、でそれをしてキットを送ったんですね、参加する方たちに。はい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 、それでそのキットを使ってもらって自分で、うん、あのオリジナルのものを考えてもらって、そのために、うん、あのいくつかヒントはこちらの方で用意するんですけど、はいはいはい、こういうパターンこういうパターンみたいな、でその動画とか、はい、作り方の動画とか渡して、うんうんうん、はい、でまあ結局自分で好きなものを作っていただいて、それを Zoom の画面でこう並べて一人一人自分の作品を持ちながら紹介してもらうっていうのが一個、はいはいはい、まあ、それとあと一つはあのその細かい石鹸の上に彫るものっていうのを、うんうん、あの一個指定のものを彫っていただいて、はい、でそれもまた自由なんですけど、それをうちのお教室に一回集めて、うん、でそれを私があの動画を撮って、そっちはあのライブでやろうと思ってるんですけど、紹介していくって感じですか。紹介していく、うん、それと あとあのそのお花のアレンジみたいなものっていうのはうちに送ってもらうと壊れるといけないので、お店、はいはい、で撮影していただいて、うん、それをスライドショーみたいな形で、うんうん、あの作品をお名前と、まあ、音楽入りで流せばいいかなと思ってるんですけど、それの 3本立てで、うんうんうん、まあ、終わりにしようかなと思ってます。それはあの 見たいあのその人たち、それを見たい、うん、展示っていうか、それに見たい人たちっていうのはどこから入れるんですか。ね、とりあえず YouTube と、うん、Facebook で公開でいいかなと思ってます。あ、なるほど。その、うん、Zoom でやってるものに関しても動画撮影して、うん、
要するにレコーディングするわけですね、あのズームの機能の、はい、レコーディング機能を使って、うんうん、それを、はい、まあ普通に見れば、はいはい、その人の作品っていうのが分かるわけですね、ズームでやってる。そうですそうです。なるほどなるほど、うん、いやすごいですね。なんか、うん、いろいろね相談してどうやってやろうかなと思ったんですけど、うん、やっぱり難しいことすると、うん、あ間違いないです。そう、私も間違えるし、で参加してもらう方もなんかあのほらいろんな、はい、ね、いろんなのありますけどね、オンライン商品と、はい、なんだっけ展示会みたいなのとか、はいはいはい、オンライン展示会ね、そういうのにしちゃうと逆に難しいから、はいはいはい、まあ普通にやって YouTube に流せばいいから。確かにそのアナログな感じでもねあの実際行動してね形を一回残すことがすごい大事ですよね。行動がすごいですよね。そうですかね。いやいやいや、やっぱそういうなんかね動きがすごいですよ。うん、そうですか。なんかこうフットワーク軽いなーっていう感じはすごい僕は聞いてて思いますね。やっぱりいやこれをやろうと思うんですけどねみたいな人ばっかりですからやっぱりね。ああ。いや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 、本当に素晴らしいですね本当に。なんか自分も頑張ろうって思うようになりました。はい、いやいやいや、このなんか前向きな感じがすごいいいですね。あ、そうですか。素晴らしいですね。さすがナイフ一本でやっぱりね、ここまで作っちゃうっていうのはね、よっぽどですよ、やっぱり。すごいですね。そうですか。ありがとうございます。はい。そろそろお時間なんですけども、はい、あのまたあのぜひ、進捗をね、あの教えていただいたりとか、はいはい、こちらでも、はい、あのその YouTube の、岸井さんのチャンネルというのはどこで調べたら出てくれます？何で検索すると出ますか？カービングプラスで、お教室名なんですけど、それでカービングプラスで検索すると出てくるわけですね。はい、はい、じゃあカービングプラスのね、ご紹介も、して、どんどんね、チャンネル登録者数が増えればいいなと思いますんで、ありがとうございます。はい、でまたもし、ゲストさんとかお知り合いいらっしゃいましたら、はい、ぜひご紹介いただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、すみません、どうも。じゃあ、はい、今日はありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。はい。